前回作ったこのごま油と塩昆布をしみしみにしたこのゆで卵、今度ちょっとねこれをねアレンジしてみようと思うぞ。あうちキャベツ、包丁使うのめんどくさいからもう蒸しる。用意一枚二枚、キャベツを蒸しる。塩がない、塩がないぞ。おいおいおい、マジでいいもこ。まあいいか。南の極み、その間に肉がない。あまり物の肉味噌、ちょうどいいや。この肉味噌使わせてもらおう。そしてこの中に入れるのはパスタ、パスタ、パスタ、パーパパパパスタ、シコ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 、せーの、はい。まあまあまあ悪くない。そしてここのフライパンに塩昆布がたっぷり染みたこの栄養満点ごま油ちゃんをかける。わーわーわー、温めすぎた温めすぎた温めすぎた。キャベツと豆乳、ごま油が染みたこの塩昆布もかけちまうぞ。あお、そして昨日の余り物の肉味噌も豆乳で、いていていて、ちょっとだけみりんを足す。思ってる胡椒は3倍だ。パホパホパホ、ここにパスタを入れる。ちょ、あ、まだ固かったかも。まだ固かったもん。まだ固かった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 。ちょっと戻す。OK、OK、OK。OK、OK、OK。アルデンテ、アルデンテ。超アルデンテ。うん、いいよ。あおち、あおち、あおち、あおち。熱いって、熱いって。マーガリン。マーガリンを足しちゃうよ。ほんとはバターがいいんだけどな。痛い、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 痛い。あ、ここ。あ、やべ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 。そっちじゃない、そっちじゃない。君はそっちじゃない。こっちだよ。体に悪いものは大体体にいいんだ。よいしょ。そしてここに、はい、そしてここに私は追い昆布だ。体に悪いものはだいたい体にいいんだよ。胡椒パッパッ、完成。和風塩昆布パスタ、せーの、てっ。おー、いい、いや、いいね、いいね、いいね。あらら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 、とってもスケベ。うまい。ほんのりごま油の香りするけど、塩昆布の塩気とマーガリンの甘さはうまいね、これ。とりあえず塩昆布はうまいっていうことがあった。うん。醤油とかそういうの入れなかったけど、和風と言いながらつつも。十分味ついてる。美味しい。はい、接触。